自然演劇は、チューリングマシン、再帰関数、ラムダ計算に次ぐ、プログラムの動作原理です。プログラム言語を命令型言語と関数型言語に分けることがありますが、自然演劇は第3のカテゴリーの定理証明の基盤になるものです。さらに、自然演劇を定理証明系で実装する場合は3通りに分かれます。 有名なのは源泉が源流になるタブロー法ですが、ロビンソンが1960年代に提唱した動質、融合原理を実装したものも多いです。こちらは融合法による三段論法の展開を示したもので、Q でなければ R であるを導き出します。1、すべての X について P なら Q であり。2、 全ての X について P でなければ R である。というルールから C は Q でないという事実化から C は R であるという事実を導き出します。これらの洞質は配中率がベースになっています。こちらは自然演劇に関する8つのルールです。同質と削除にそれぞれ4つのルールがあります。同質は プログラム言語でいう等は、if と not に対応します。否定も項目は同じですが、こちらは適用後に記号の数が少なくなります。コララの規則を使って、最終的に導き出したい命題の否定を導くことが多いです。これを数学では入り法、定理証明系では不死矛盾と言います。